いやラップめっちゃうまいですよね。これ結構やばいよね。もうデビュー前から 103% 出来上がってる。韓国語のチェックの時間なのに完全に内容にハマっちゃった。それではですね、あのベビーモンスターのルカについて話をしてみたいと思うんですけど、ルカは結構年が上なんですよ。20歳、一番オンニーなんですね、一番オンニーで、誕生日が多分この動画が公開される頃ですかね、3月20日。ルカっていうと今一番人気ないルカワカエデ、ルカはなんか思い出すけど、ルカは2002年ワールドカップの時に生まれたんですよね。で20歳、私とそんなに年の差がないですね、この中では文書自体は問題ないんですよ今、はい、文書自体は問題ない。一番年長者、一番年下が14歳、しかも15歳なので、わお、まあ、どんどんやっぱり低くなってますね年齢層。本当下手すると14歳は私の娘ですよ。軍隊行ってきて私もし結婚してすぐ産んだら14歳です。じゃあまずベイビーモンスターの話をもう少ししたいと思うんですけど、 YG エンターテインメントの中で数千対1の競争力の中で4年間月末評価を通じて厳選されたメンバーです。で K-POP アイドルグループの中で歴代最年少メンバーの保有記録を新しく刻んだグループになりました。ただこれってまだあのデビューの確定されたメンバーではないので、14歳の子たちが落ちたらね、記録がまあ確定ではないということですよね。そしてベビーモンスターは2019年の時にまあ商標権をもう出したんですよね、なのでもうすでにまあベビーモンスターをもう作りますよっていうことと、ベビーモンスター以外のね、ベビーモンスターズベモン、わかんないけどこういうのが今商標で今登録されてるので、あれじゃないですか、サポーターズみたいな、うん、あファンクラブ ね、サポーターズファンクラブの名前がこうベーモンとかになるのかな、またそういうキャラクタービジネスするかですね。そしてベビーモンスターっていうグループ名はですね、ブラックピンクの候補のグループ名の一つでした。なるほど、じゃあ前から結構 YG のお気に入りのネーミングだかな。なんか2つを1つにしてるグループ名があるんですよね、ブラックピンクでしょ、ベビーモンスターでしょ、ビッグバン。なんかこれを聞いて正直ネーミングセンサーを悪いねってみんな言ってたよね。ブラックピンクも正直こう洗練された感じはないから。そうだよね、やっぱり人気を持ったらそれがかっこよく見えるみたいな。名前なんかどうでもよくなる。ちなみに私ブラックピンク好きじゃないですか、韓国でこれ買ってきましたよ。ブラックピンクのオレオで、ここがブラックにピンクじゃないですか。ブラックなのにストロベリーだし、ピンクなのにチョコのブラックなんですよ。そこ考えてるね、で中も逆、もうブラックにピンクに、ピンクにブラック。かわいい、これ私は明洞でぼったくられて買いました。1個400円400円、まあでも1個ぐらいはいいかな。すでに何人かにプレゼントして食べたんですけど、味は普通ですパッケージがかわいいYG エンターテインメントではあのブラックピンク以降に7年ぶりにデビューするガールズグループ、そしてトレジャー以降に3年ぶりにデビューするアイドルグループなので、なかなか出さないよね。まあ実力中心っていうのもあるし、その独特なこうイメージを出すために、まあ YG としては普通だよね、そうだよね。ただブラックピンクは今ちょうど7年経って、まあ、再契約がどうなるかなってみんな注目をしているところで、もしかしてブラックピンクが今後ブラックピンクじゃなくなるのかな、ちょっとなんかファンとしてはまあ心配になったりするんですけど、できればね、全員、また再契約して活動してほしいっていう気持ちが山々なんですけど、リサさんセリンヌとかいざなわれずにブラックピンクで頑張ってほしいじゃあ、また、最年長者が日本人メンバーのルカ、 YG 所属グループの中で初めて最年長者が韓国人じゃない外国人っていうのもありますよね。でも結局落とすのではなくて全員出るんじゃないかなというのが、まあ、ストレイキーズとかがありますよね、まあ、サバイバルプログラムとかで、まあ、9人の中で2人が、ね、落ちる予定だったのに7人デビューがいいのか、9人デビューがいいのかっていう視聴者投票で結局9人全員がもうデビューしたの でほとんどの世論がもう9人もう支持してた、当たり前だけど、なのでタッチョンのプログラムだったというすごく悪い評価がありました。 なので今回も今7人じゃないですか、正直デビューするのに一番ダンスのこう動きの振り付けの動線が一番綺麗なのがキスの方がいいっていうので、7人でもしかして落として5人なのか、でも分かんないですよ、また6人とかでデビューするかもしれないし、どうなんですかね、皆さんはどう思いますか、何人でデビューしてほしいのか、ぜひコメントで教えてください。それではルカの韓国語のレベルを聞いてみたいと思います。ベビーモンスターもすでに126万人が登録しています。なんかルカはより韓国人の顔に普通にいそうな顔かな。あとやっぱりあのこう
まあ、大人のいい感じの女性らしさがもうすでにも出ていますね。なんか二十歳だけどもっと若く見えるんだよね。16歳でもう10年6歳ぐらいからもうすでに、ダンスをしてるってことですよね。一番左はリトルリサみたいな顔してますね。こういうところで寝てるんですね。なんか二段ベッドね。もう少しなんか広いところで寝ると思ったけど、練習生って結構寮みたいな生活してますよね。そう、まだ売り上げがないから。あ、そういうことね。何年前なのか今なのか分かんないけど、今聞いた感じだと、まあ、外国人っていう感じはします。十分うまいんですけど、外国人の感じはしますね、十分うまくて、多分私が初めて会う人が、まあ、これぐらい喋るんだったら、あ、この人は韓国語を喋れる人なんだと思って、普通に韓国語で安心して喋れると思う。プラティス하니까몸라인이더진짜예뻐지고。ただリールの発音はすごいいいので、多分外国語、英語とかが多分うまいのか、韓国語の発音の練習はすごいしたのかっていうふうに思いますよね。そして牛乳は実際そんなに栄養はないので、あんまり飲まなくていいと思いますね。韓国の中ではそういう意見が結構出てます。そもそも人間が消化しにくいものっていう話ですね、牛乳を飲むのは人間ではなくて牛ですよね。こういう発音がやっぱり外国人っぽい。中心っていうのは純心、後ろの心、心音を発音するために前の響かさないといけない発音が崩れると、こういう発音だよね。純っていうのはベロを出しすぎたので、本当にこう空洞を作るために浮かせないといけないんでね。中心을잘잡을수있어서っていうのを純心、純心って言ったので、ただ唇の形を見るととても今筋肉は使うように動いてるのは見えるので、多分コツはもう知ってると思います。힘들지만근육이잘생기고。힘들지만っていうのもリールの発音を多分頑張って練習してるんでね。だからもともとは힘들지만ではなくて힘들지만、들っていうのが一つの発音にしないといけないんですよ。힘들지만でも힘들지만のように今들っていうのが、リールの発音のために長くなってるけど、ただとても完璧な発音をするための期間なので、今すごくいい勉強をしていると私は思っています。オレンマネナホロウェチュル、久しぶりに一人でお出かけなんだけど、じゃあ誰が撮ってくれるんですかね。一人ではないけど、まあ一人の演出ですね。ナホロウェチュルじゃなくてナホロ연출ですね。これ何ですか。インサムジュ後ろにヘビシュ、これ何。あ、カフェですね。今エスプレッソ希望ハナランニョっていうのはもう韓国人ですよね。エスプレッソってやっぱりカフェインが欲しいのかな。希望ってわかります皆さん。あの希望っていうのは韓国はツーショット、トゥシャとか、フィッピンクリームとかいろいろあるんで、希望っていうのは他の質問いらないよっていう話ですよ。ハナランニョっていうのがもう自然ですよね。また基本あー飲んだりするけど、エスプレッソって濃いじゃないですか。とてもストレスを感じてるのか。そっか、メンバーの中で一番大人だし、一人だけ大人だよね。そう言ってる。あ、そういうことね、ちょっと真似もしたりとか。コーヒーも飲んでもいい年。ヘッピーニューイヤーはあの HAPPY なのに、まあ、P がもう取れちゃってるんですよね。こう酔っ払いすぎて多分取ったのか取れましたね。すごい喜んでますね。なんかお酒とかがすごい飲みたかったのか。可愛いよね、こういうの見るとね。まあ、正直今結構笑い声が大きく聞こえたので、スタッフがたくさんいると思います。たましゃったみだなんだけど残してますね。これエスプレッソでこのぐらいは結構残してる。苦いけど全部飲み切れましたって言って、まあ可愛さアピールね。いや、ラップめっちゃうまいですよね。本当に最近は日本人が韓国でアイドルとしてデビューするのが、昔は正直言って話題性が、国籍とかその韓国にない魅力とかそういうのがやっぱりあったんですけど、今はもうラップもこのぐらいやらないといけないっていうハードルがとても高くさせるのが、こうベイビーモンスターの今朝とまるかなのかなと私勝手に思いますけど、どう思います。本当にこれを見て他の会社もとてもショックを受けたと思う。
これ結構やばいよね。もうデビュー前からもう出来上がってる、 103% 出来上がってる。발음에진짜많이신경쓰는것같아요。あの今こう口のもやがこうなってて苦笑いみたいに見えるけど、日本だとこう前にこう出て韓国語の発音を無理をこうすると、こう横にこうよくこう練習しないといけないけど、なかなかできないんですよ。でも毎回言うためにとても頑張って発音をしているのが、先ほど言ったんじゃないですか、伸ばしとかで外国人っていうのはバレるかもしれないけど、ちゃんとしたこう発音をとても練習するのが若いので、とても努力家なのかなと思います。うわかっこいいね。もうすでに自分の曲作って、まあ、これだけ出来がいいものを披露してるってことは本当にリスペクトする。発音自体をわざと潰してるけど、ちょっとこう舌が短くようには聞こえるけど、こうやって言う人っているんで、うん、いるいる。こちょまなまんがこう強く言う人っているよね、うんうん、もしかしたら先輩の GD をちょっと真似って、 GD をさらに上を真似すると MC 反省の真似になります。 MC 反省おい、わかります。こういうウィキがわたと、こういう感じですごい。あとこのビニーがすごく似合ってる、うん、これ似合いとあまりないから。私がこれを被るとホヤになるんですよ、ホヤ。あ、こうやって見るととても可愛いよね。可愛いし綺麗だしね。あとさっきからちょっとゼニーがちょっと見えたりする。うん、私は B が見えますね。え、なんで？みんなナコシンを一つずつ入れることに決めてるのかな。だって大変でしょうね。泣く時の韓国語は発音崩れると思うよ。家族들한테。崩れますね、やっぱり。今日が할수있는데정말못하니까。大丈夫です。皆さん、ヒョドってあるのは多分日本と韓国ぐらいだけ、うん、まあ頑張って中国とかまでこうアジアだけなので、ヒョドっていう単語がないんですよ、アメリカに、うん、なんて言うんだっけ。 Be a good son。 もしもし、練習は大変ですか。お母さんがちょっとわざとらしいですよね。なんか お母さんと絶対に敬語使わないっていう話をこの間ハートさんに聞いたけど、ありがとうございます、よろしくお願いしますも言わないって言って、こうアイドルとか日本にいる家族と話すときこういうシーン私も前見たことある。だから私今頭が混乱なんですよ。自分の親と自分は一つも絶対敬語使わないっていう話をこの間聞いてショック受けたんですよ。私はお願いしますとか、ありがとうございますとか、おやすみなさいとか、これは決まった文書だし、絶対敬語を使うと思ったんですよ、日本で。絶対ないって言うから、皆さんどっちですか？皆さんは親と敬語を絶対使わない、ありがとうございますも言わない、ありがとう、おやすみなさいも言わない、おやすみ、お願いしますって言わない、お願い、これも言わないか、それぐらいは親には敬語使うよ、どっちですか？なんか一番年上だから一番普通の生活が長かったよね、多分。そうね、友達とまあ学校通ったり、だからそれが他のメンバーよりより恋しく感じるかもしれない。結構ルカのクリップは感情的な面を出してる気がする。 GOD のオモニとか似合いそうですね。オモニ系、ジャジャンミョンに싫다고하셨어요みたいな。でこれジャジャンミョン本当に自分で書いたのかな、すごくないですか。엄마도제데뷔를아마기다리고있고。今ここら辺触った時にマイクがチジってなったけど、マイクどこにあるんだろう。제데뷔를아마기다리고。お、マイクどこにあるんですかね。これももし映像、音響、メディア制作者とかもし知ってたら情報ください。そういうマイク欲しい。もちろん 100% わからないけど、ちょっと少しわかる気がして。マイクを、ま、いや周りからの期待がすごく大きいわけじゃん、いつデビューするのってたくさん聞かれてたと思うし、うん、今やめたくても今さらやめられない。そうだよね。なんか韓国語のチェックの時間なのに、もう完全に内容にハマっちゃった。やっぱりこういった、まあ、感情的な部分も見せてくれて、個人的に応援したくなった。ただちょっとなんて言えばいいんですかね、笑顔より泣いてるシーンの方が長い。これの企画意図を考えちゃいますよね。なんかどういうコンセプトなのか分かんないけど、うん、これからはねもう少しこう笑顔で自信持ってやるところを、私は特に YG はそういうイメージっていうか、うんうん、21とかも自分たちがぶっ最高だよねみたいな曲とか、そういうイメージの曲いっぱい出しても泣いたり、そういうなんか弱いとかっていうよりは、私はそういう人間だしみたいな、こういう雰囲気をよく出してるんで、そうそう、ルカもまあしんどいよ、でもこれが私がやりたいことだよとか、そういうなんかちょっとね、あの堂々とした形はちょっと出してほしいのかなっていうふうに思ってます、うん、で、韓国語は、とてもできています。どのぐらいできているかっていうと、普通の上級者のレベルに入ってます。そう、ただ生活に問題ないと思います。絶対ないけど、私がここまで言った理由は、朝に比べるとそうなる、
あとトレーダーのハルトとか、うん、とサナとかに比べるとヘジゴシポヨもヘデリゴシポヨこういうのがまだ今できてない、うん、あの極敬語がまだできてないぐらいと、あと泣いてるシーンが多かったので、うん、もう筋肉がこう力がね入んないから発音が崩れたりが結構あったんですけども、ラップがこのぐらいできる人ってどんだけ勉強してもできないんで、やっぱりあのこう練習をしてるところではすごいまあいいあの成果がまあ見えてきてるので、韓国語だけこれからねもしあのデビューが確定されればどんどんうまくいくんじゃないかなと思います、うんうん、今日の動画が役に立ちましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんがチャンネル登録してくれるととても大きな力になりますので、これから一緒にベビーモンスター応援していきましょう。みさんだー。